確かにその全然最初とこの状況で、はい、ヤバいの質が違うんですよね。確かに人見知りじゃなかったのか、人見知りじゃなかったのか、そんな壁があった中で酒の力の凄さって。いや、3時間前にこんなことになると思わなかった。いや、前回全然ひどいからね。そうだったんです。どういう意図かわかんないですけど、面識ってあります？ちょうど絶妙にそんな仲良くもないメンツがそう。知ってはいる。知っては、名前は知ってるとか、本当に知らない人と割と知ってる人とか、グラデーションがあるんです。僕は全員一方的に知ってまして、名前は。あ、ゴルちゃんは、まあ、と深みは知ってて、僕らは一緒にツーマンを毎月してます。これやっぱこの2人がけど、トロンとしちゃった。あー、まあ帽子脱いじゃって、それはしゃーない。ちっちゃ。いや、分けてほしいわ、しんどさに。そのヤバい人の回答をちゃんとしてる人の回答。いやいや、こういうやつらが熱いお笑いの話してるの見たことない。お前、お前いらねえから。お前、俺いないっすか。いや、俺も結構お笑いのやつはでもすごいっすからね。ねえ、いや、ありますよ、俺も。どういうのあるんですか。いや、もう絶対売れてやろうっていう。いやー、それどうなのかな。絶対売れてやるっていう気持ちは負けないですね。はい、多分僕俺とどっちが勝ってたぶん、どっちが勝ってたぶん、たぶん同じだと思うんですよ。もういけない。その話はもう言ってますか。だから多分自分個人じゃ多分売れないんだろうなっていう。ああ、ショックっすよ。じゃあどうすればいいですか。なんでもう自信だけじゃないの。だから力のある先輩と、なんかコンビ、いや違う、コンビじゃなくて、多分可愛がられたら多分増えるんだろうなっていう感じ。お前、ヒエさんと絡んでるの。ヒエさんと絡んでる。そうだね、どないやねん、全くその通りです。そうだね、多分それが正解だと思う。いや、正解だと思う。たぶん、もしもコンビだったら、コンビでツッコミが上手ければ、多分売れると思います。ありがとうございます。ただ、僕とか、野田さんコンビだ、ソロだと多分そんなに、ドーンとなる感じが多分結構難しいのかなっていう。すごい高くないよこれ。ごめんなさい、ごめんなさい、ダメだよ。うるせえ。本当に本当の意味で、その体だけじゃないんですよ。お前ら本当に登場で一緒に行って一生暮らせるかみたいな覚悟とか。マジで、マジで、お前ら路上で何やってんだ。そうだよ。畑谷大吾さん、お願いします。そうですよ、結婚までしました。俺は結婚までしましたよ。それはそのキスが響くんだよ。童貞は響くんだよ。ダメダメ、今楽しかったらダメなんすか。童貞なんでしょ。当たり前だよ。いや、当たり前。全然いいと思います。全然いいと思います。今楽しいって思うものが勝つんだよ。おめえは人とも楽しんでねえだろ、バカ野郎。いや、楽しいって。ハゲ、黙れ。ハゲ、黙れ。ハゲ、黙れ。いや、でも、ハゲは黙ってろ。童貞なんでしょ。怖いね。怖いよ。童貞だから、今後もし本当に一生付き添う奥さんと出会った時、全部その人に初めてを捧げれるわけだよ。ああ、そうですね。最初の思い出が全部自分になるわけだよ。取っとこうよ。
お前帰れよ早く早く帰れよ帰れよが変わる帰れよが変わるちょっとちょっとちょっと変わろうとしてあーあー急に島さん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 なんで長大法って言うんだ長大法って言うんだよなんでだ長大出るあのあね、面識ってあります？全員ちょうど絶妙にそんな仲良くもないメンツがそう、まあ、知ってはいるお前が出るんだよ会話さたぜなんで長大法ってんだよお前なんでそこにお前が出るんだよなんで長大法ってんだよ長財布いいだろ。うせハゲ。ハゲてねえわ。開発を助けて。まんまふさふさしてるわ。ふさふさしてるわ。叩けよ。叩けよ。そこは叩けよ。俺に近づくな。ダメだって。叩かなきゃ叩かなきゃダメだって。なんだか老けた東横みたいな感じ。まあまあ冷静に見えてるんだよ。知らないよ。俺今日この今日のこれで。あらたち。ちょっとここ。そうだよ。これ本当にやる。YouTube。新藤達也さんがこれでサンミュージッククビになって俺は知らないから。確かに。俺もそうだ。自分で集めた芸人たち強いと思って。だっても知らないからよ。俺は本当に。これでクビになっても。そうですね。自分の。そうです関係ないですからねトップですから逆に責任もありマザーさんいなかったマザーさん知らないようにしてるわ